左足クロス。でこれこの間のこれは気持ちよかったギュイーンですよ。ワンバンもしっかり、もうクロスなのかっていう感じです。いやスルーパス気味のクロスどういうボール出すかっていうところで、ノーバンで出すやり方もあったんですけど、相手が触れない位置に一回落とすことによってちょっとなんかボールに寄るような感、わかります、そのロングボールすぎると、あの浮き球すぎると相手もボールにそのまま行くじゃないですか、はい、あの前に弾ますことでちょっとボールいけるかなみたいな感覚を持たすっていうイメージと、あとそれだとバウンドも大事なので、跳ねてこの2番する前ぐらいの感じでトラップできたらベストっていうのは感覚で持ってるんで、あれ深夜めっちゃトラップうまかったですけど、ちょっと跳ねすぎてたんで、トラップは深夜、マジでやっぱ深夜だなって思いましたけど、